俺気づいた。いや、気づかなかった。普通に俺も。ゼロイン。お疲れ様です。バレた。バレたですか。お、ゼロイン。久しぶりだ。あいつおったお前。カジノ見ないの。久しぶりだね。これ壁やりづらいな。やりづらいですね。仕上げは楽ですけどね。うん、仕上げは楽。仕上げははい。ビャーってやるだけなんで。ボコボコだもんね。やりづらいんじゃん。いや、普通にビャーってやるだけです。あ、結構ない。大丈夫。それでも。はい。ボコボコだとやりづらいんじゃん。これぐらいやったら全然いいです。もっとなんか凹凸が激しいやつとかあると。うん。逆にか。ここ何舐めたのこれ。ここは300以上はある。汚れない？ 1 日か。汚らしたいですけど。4人であるな。はい。大変だよ、もうこれ1日で終わらせる。シール貼るだけじゃないよ、これ。ここからシールってな。昼、何時までこれ貼るの？多分1日はかかると思う。5時とか5時半くらい。ほんと。シールにとってやっぱ外壁が割れとるとかそういうのってある？よくこのコーナーが割れとったりとか。うん。そういうのはどうしていくの？一応拾ってます。シールで、まあ、シールである程度、まあ、結構いろいろ拾っていくよな、はい、こういうところも打つだろ、打ちますね、このシーリング。うん、あでもここだけシール終わって飯か。プライマーやって飯、プライマーまで行くの昼まで。1時28分あ上の段だけ塗って、うん、もうあ昼から打てるようにしてる。ああそういうことか。ひたすらみんな黙々とやっとんだ結構下で5分10分ぐらいだったら誰も喋らなかったもんなめちゃめちゃシーンとしてたもんな。ひたすら黙々とやったもんな。ほんと全然気づかなかったっす。そう、しかも俺そこに乗ったのに気づかなかったの俺パッて見るとやばいやばいやったもんねあーと思って、あバレたと思ったけど全然こいつ気づいてねえじゃんと思って、もう手元に集中してるもんね。気づかんだな。はい、もう全然なかもな、これな。はい、これを知らんでな、みんな。お客さんに600円、700円ぐらい出しとんだろ、うち。まあ、そうですね、うん、ゼネコンとかの方が高いもんな。ハウスメーカーとか1000円ぐらいだろ。まあ、普通だいたい設計単価は1000円から1500円ぐらいだろ、本当は。多分うちがだいたい半額ぐらい、600円から本当高くても700円ぐらい出しとると思うけど。で、ここで 400m だったら28万、まあまああるわ。塗り替え道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか一人親方の方、まあ、個人事業主の方、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。あ、フライマン塗ってとるやん。あ、フライ塗ってとるの。最速までやるよみたいな。この青いのは、これ青いのは何か、何？三面接着するための電気で、うん、ボンドブレーカーではないですけど、うん、ボンドブレーカーみたいなもの。うん、要は結局この青いのはなんか携帯のなんか最初に買った時にペロッと剥がすみたいな感じになっとるんだよね。本当は養生する板金のサイディングとかみたいな。あ、これの、はい、ビニールみたいなのが入っとるもんで、知っとる？三面接着って分かる？ん、勉強せんかい。人間の中に中に見てこれ何回も言っとるやつだぞ、これ。じゃあ、2面接着と3面接着、どっちがいいの？ 2 面にくっついとった方がいいの？これ、2面っていうのは上と下。3面っていうのは奥もくっついとった方がいいの？くっついとった方がいい？はい、ブーはい、ブーじゃあ、何ですか？あ、山口ちょっと説明してくれよ。お願いします。このバカもんなに。アンポンタンに説明するよ。サイディングというか、動きが多いものに対しては、うん、2面接着。うん。の方がいいと言われてるのかな。の方がいい。送信と、うん、動いた時真ん中だけくっついとったら、サイディング、うん、サイディング動いた時に結局割れちゃうね。切れちゃうんで、うん、言ってみようかね。ちょっと質問に変えんかよ、カメラマンだろうかちょっと理解するね。結局は2面にくっついとったら、はい、家が動いた時についていけるじゃん。だからこう後ろにくっついとったら、結局こう家が動いた時にそこパキーンって割れちゃうわけよ、うん、もそもそも裏にくっついた時に意味ないもんで、水を止めるために打つやってだから、うん、上と下にだけしかくっついてたらあかんだ。
だから3面がいらんってこと。そうそう、3面くっちゃダメ。輪ゴムでもそうだ。こうやって両サイドでこうやって引っ張ったら伸び伸びる。だけどこう引っ張ったらどう、指でつまんで輪ゴムのちょっとかここをこうやって引っ張ったらそれを切れちゃう。切れますよね。はい。これは切れないですね。これは切れちゃう。これは切れないと。これは何回も一緒のことばかり。そうそう、だから絶対に後ろにくっつけたら関係ない。でこういう場合はもう今これ青色が入っとるもんで、これがもう養生テープみたいな、いや要は携帯の裏のガラスとかに貼ってあるじゃん最初の来た時。そう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 、はい、でこれが取れちゃう場合があるんだよな、もうくっついとって。はい。だけどこれが入っとることで、まあ、これにくっついてもこれってビニールみたいなもんだから取れるんだよな。これあとでちょっとこれちょっと見よう。これだからこいつ自体はそんなくっついてない。でこいつに逃げるもんね、力がな。だから、まあ、二面接着にしましょう、みたいな。だよね。よし。まあ、こういう解説やっとるな、はい、これ。はい。間違っとるか。スライディングはそうですね。だから、ものによっては、三面接着心筋管が入ります。何それ例えば。RC とか。ああ。ピント系。ああ。RC はもうしっかり奥まで、もう、強いもんで、中まで全部入れなかったとか。動きがそんなにないんで。うん。逆に全部くっついた方が取りづらいから。あった、そんな感じです。久々の動画でお前も喋れてないからそういうことな。はい。下降りようやろ。暑いわ。暑いっすね。練り替え道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか一人親方の方、まあ、個人事業主の方、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。これ何、あ、これ何使っとんの今、これハイフレックス。この現場はそうです、最近フェリータスのハイフレックス。あ、ハイフレックス。ダイフレックス。あ、そうです。ダイフレックスの。あと何、オートンとかも出してるとか。オートンはまた違う。あれはオートン化学工業。うん、これキロ数でやってるよ。それが4キロ。まだ今から書きました。早い。いや、やばいですね。あったかいし、やばいです。もうすぐ固まっちゃう。で、これを混ぜて、すごいだろ。それで出来上がって、それ塗っていくんですか。そうそうそう。すごい。これが機材なんです。ん？こっちが硬化剤なんです。こっちが硬化剤じゃないの。こっちが硬化剤なの。材料によって機材になってる。こっちが硬化剤なんだ。いい逆なんだ、普通の塗装と。そう、横浜はこっちが硬化剤。そう、あ、全然量が違うね。効果剤。これは横浜。なんかウレタン系だから多分そうだと思う。なんか最近これハイフレックス使うようになった。なんで？他社がそれで出してくれた。結構硬いわ。取れそうで取れない。すごい。これが、これ、あ、全然量が違うね。こっちが多いね。こっちが機材だからじゃないですか。あ、そうか、同じか。何キロ？4キロ？6キロ？同じ4キロ。あ、河合さん。おお、すごい。4キロ、4キロ。はい。なんで今これを使うんだ。これが機材になっとるってことは、これがメインで、もともと防水材だろ、ハイフレックス。防水ですが、防水のメーカー新年前、うん、いい大きさだと思う。はい、前だっけ、3、4年ぐらい前ですけど、うん、からちょっと出てきたんです。あ、材料がそうそう、ちょっとでも違うと思う。お疲れ様です。お、ジュース買ってきた。優しいね。お疲れ様です。来ることないんで。え、俺にも買ってきた。また珍しいね。ありがとうございます。これも珍しいね。久々に頑張るんですよ。現場入っとるわと思って、はい、と捕まえたわと思って。さっき寺木さんのとこ行ってきたのと3分なんで。あ、ほんと。これでも行ったとこ、あ、近いっすから。最近なんでダイフレックス使うの？あの、オートン対策っていうか、結構他社もみんなオートン出してきてるんで。なんでじゃあオートン使うの？
を乗せれる相性がどうなのかあんまり分かんないんですよね、そこが。新宿なんだよね。そうですね。パブみたいな30年持ちとか、大衆にそこで必要なんですかっていう。そうですね。で、タイルで打ち、結局もうその後塗装しない場合はオートも使ってるんですよ。うん、と、あと後打ちする前提だったら、うん、ただその塗膜乗せるのにその相性が不安なんで、でまあそれに近い耐久年数っていうので言ってたんで、うん、一応そのハイフレックスにまあ切り替えるかどうか。これは回収でも使える。そうですね、あの塗膜との相性はあっちのそっちよりも2液なんでいいっていう話聞いて、工事もそんなにストップしないんで。あ、そうか。どうなんだろうね、実際。で、2回塗装しようって大事、今それやり始めたんだ。そうですよ。で、またちょっと1回勉強会開いてやろうかなっていうところがあって、うん、これ使った感じは感触どうなの？使いやすいは使いやすいし、仕上げやすいはやすい。なんでなんか、ほんと柔らかい。柔らかい。うん、多分視聴者の一般の方とかで見とったら思うと思うんだけど、最初にやっぱこうやってシールがボロボロになるじゃん。新築の時ってむき出しだからな、はい、だからそれをすごい気にするじゃん。だから今度は芯の上に取るわけじゃん、結局。そうだね、輪ゴムも外に置いといたらボロボロになるじゃん、1週間ぐらいで。だけど家の中に輪ゴムなんか置いてもボロボロにならんじゃん、はい、結局ゴムだから。新築の時はこれが結局がむき出しになってるもんね。これもうほら、もう白いプラン、もうチョーキングだよね。もう、固くなっちゃったもん。弾力がもうなくなっちゃったもんね、ほら。すぐ割れる。すぐ割れる。で、ゴム、もともとはゴムだね。ゴムダメだね。光が当たってないとこだったらまだこれ。そうそう。光が当たってなかったら、あの、これ。もう全然ゴムじゃん。ほら、全然生きとるもんな。しかもこれがさらに塗料が上に乗るから、もうほぼこれ十何年経ってもこういう風になってんだよね。はい、結局だね、ここの密着性だもんね、一番大事なのって。それを多分お客さんたちって塗装屋が相日対策だよね、はい、まあそうですね。内輪オートン使いますとか、これ使いますとか、見ると分かるけどツルツルやん。これザラザラのところだったらくっつくけど、これツルツルのところにくっつけるわけでしょ。分かる？聞いてますね。俺も今考えてた。あ、そういうことかなと思って。でもそうだよな、ツルツルのところにくっつくのは難しいよね。確かにツルツルのが、そうそう、こういうところにくっつきやすいじゃん、ツルツルの人が、ツルツルのこのサッシュの密着性がバレる。あ、違う違う、でもサッシュはくっつく、サッシュ側のが、はい、ツルツルなのに、はい、なんでツルツルだからプライマーが出る村とかはないと。あ、そういうこと。吸い込み村とか。だけど、こういうサッシのことは吸い込まんじゃん、プライマーが。吸い込まんか表面で固まって、余計プライマーと密着性が良くなって。ああ、そういうことな。フッ素、サッシがフッ素とかだとシールくっつかないんで、逆に傷つけてから、シールくっつかない。塗り替え道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか、一人親方の方、まあ、個人事業主の方、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。あ、今ちょうどプライマーで始めた。ちょっと解説したくない？うわぁ、すごい匂いだな。すごい、でもいい匂いですよ。あ、いい匂いだよ、死んだしね、お前。死んだしね、お前。めちゃくちゃラリーよ、この味だったから。やばい。はい。こっちですか。で、本当にもう、あの、ボンドの匂いだな。なんか、除光液とかそっち系の匂い。あ、そう。小学校の時、あの、タミヤのボンドってあったじゃん。な、赤と青の星のマークの。はい、あの匂いだよな。だからやっぱもう、これプライマーというかもう接着剤だよな。そうですね、これなかったもん。あ、ごめんなさい、はい、プライマーがボンドみたいになって、ボンドみたいになって密着性を高める。いや、これもう見えんもんで分からなくなるよな。分かるの、これ色が変わるんじゃないですか。あ、黒く、ね、飴色になるみたいな。吸い込んで色になるんで、うん、黒色みたいな。これたっぷりの中やな。だから俺そっちの方が大事だと思うもんな、プライマーとかあっちの方がね。結局、ね、素人目線だとそういうところにばっかり行くじゃん、材料の種類。塗装もそうだもんね。俺ぶっちゃけあんまりフッ素よりもシリコンの方がいいっすよって。いや、フッ素だったら30年持つみたいな。あのシリコンだってさ、その一番すげえってやつ。大手。何年持つの？30年。22年か30年。
塗装も20年とか25年持つような塗料にするんだったら、うん、そこはまあいいのかなと思うんですけど、絶対かって言われるとそうじゃない。例えばトイとかハスとか他があるじゃないですか。もろもろの細部関係がボロボロになっちゃうね、これが綺麗とかね、うん、15年でボロボロなのか15年で綺麗なのかって、俺そういう感覚かなって思う。なんでやっぱり目安としてはやっぱ15年、そうです、ただその15年持たせようと思ったらフッ素ぐらい、やっぱりシリコンだとそこまで持たないんで、結構ボロボロだもん。15年1回ぐらいの塗り替えでは結局変わんないってことだよな。そう、まあ、見た目が下塗りなので12、3年でやるっていう感覚はあるかもしれないけど、どんないい塗料塗っても下塗りしっかり入ってなかったら結局剥がれるんで、まあ、そうだよね、うん、そこをあんまりみんな知らないよねと思う。はい、じゃあ久々に山口の現場来て、はいはい、川君がたまたま来て面白いことになりましたけど、ちょっともうミオが足場に上がれへんで、あれからずっとテンション低いとか。塗り替え道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか一人親方の方、まあ、個人事業主の方、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。なんでー